は、小出弘明です。たくさんの皆さんがご利用くださっていて、とってもありがたいことだと思います。核のゴミの埋め捨ては可能かということ、これが今日の映画のテーマでした。どこに埋めればいいのかということがテーマでした。で、私はもう一つ先に行きたいんですけど、埋め捨てが可能かどうかを考える前に、そんなゴミを作ってしまうということ、そのこと自身をやはり考える必要があるだろうと思って、トイレのないマンションの是非というタイトルをつけました。まず今白いキャンバスを見ていただいていますが、私たちずっと日本もそうですけど、原子力というものを選択してきてしまったんですね。その原子力というものを選択すると、どれほど膨大な核のゴミを作るのかということを、今からこの白いキャンバスに書いてみたいと思います。はじめにこの左の下に小さな四角を書きます。これです。この小さな四角で私が何を示したかったかというと、広島の原爆が炸裂したときに核分裂したウランの重量800g なんですが、それをこの四角の大きさで示しました。そして日本で原子力発電、まあ、世界でも原子力発電をやってるわけですけれども、一体どのくらいのウランを核分裂させるのかというと、これだけです。今日では100万キロワットという原子力発電所が標準になっているのですが、その標準的な原子力発電所を1基1年運転させるために1トンのウランを核分裂させます。広島の原爆が核分裂させたウランに比べれば、優に1000発分を超えるというウランを核分裂させないと原子力発電所というのは動かないという、そういう機械だったのです。でこのことは大変な燃料が必要になってしまうと。一つの原子力発電所が1年ごとに広島原爆の1000発分というようなウランを必要としてしまう。猛烈にウランが必要になってしまう。地球上にあるウラン資源は限られているので、こんなに一つ一つが大量に必要だとすると、地球上のウランをすぐに枯渇してしまうということが原子力の専門家ではもう常識です。私もかつてそうでしたし、皆さんは今でもそうかもしれませんけれども、化石燃料が枯渇してしまったら大変だから、将来は原子力だとずっと、まあ国も何も言い続けてきたわけですけれども、本当は全く違うんです。ウランなんてすぐに枯渇してしまうので、いずれはまた化石燃料に頼るしかないというのが本当のところです。そしてこの図はもう一つ重要なことを示しています。800グラムのウランが核分裂したということは、800グラムの死の灰を作った、核のゴミを作ったということを意味していますし、1トンのウランを核分裂させてしまうということは、1トンの核のゴミ、死の灰を作り出してしまう。つまり原子力発電所というのは、動けば一つの原子力発電所が1年動けば、広島原爆が撒き散らした死の灰の1000発を超えるような死の灰を生み出して、それを原子炉の中に溜め込んでいくという、そういう機会だったのです。今日はこの話は聞いていただくことができませんけれども、今現在福島第一原子力発電所の事故で膨大な被害が出てるわけですけれども、まあ言ってみれば当たり前です。猛烈な死の灰を抱えていた原子力発電所が溶けてしまって放射能をまき散らしたわけですから、まあ、大変なことになるというのは当たり前ですけれども、でも福島の事故がなかったとしても、これだけの死の灰を生み出してしまうということはもう避けられないわけです。一体どうするのかということをやはり考えるしかないわけです。日本というこの国、1966年から原子力発電を始めました。こう1970から2020年まで西暦で書いてありますけど、
一番初めに日本で原子力発電をやったのは1966年です。東海原子力発電所というのを動かし始めました。それから今日に至るまで日本国内に57基の原子力発電所を建てて電気を起こしてきました。一体どれだけの電気を起こしたのかというと、累積で示したのがこの黄色い帯の一番てっぺんです。原子力発電所が生み出した電気、左の軸で読んでいただきたいのですが、8兆キロワットアワーというぐらいに近い電気を起こしたと。ちょっと想像もでき、皆さんも想像できないだろうし、私も容易には想像できない。とにかく膨大な電気を原子力というものが起こしてきたということは事実なわけです。ですから国や電力会社はどうだすごいだろうと、原子力っていうのはこんなに発電したんだと言って自慢するわけです。でもこれだけの電気を起こしたということは、それだけのウランを核分裂させたということと一対一でつながっています。そしてそれだけのウランを核分裂させたということは、それだけの死の灰を生み出したということとも一対一でつながっているわけです。一体どれだけの核分裂性生物、要するに死の灰を作ったのかということと、これは、一対一でつながっているんですね。で、発電量はこちら側ですけれども、死の灰の生み出した死の灰の量は右の軸で読んでいただきます。一体この軸はどういう軸かというと、こうです。広島原爆に換算した核分裂性生物の生成量です。それ今ここに120、130というぐらいに達しているわけですけれども、これは万発分です。これまで50年以上日本ので原子力発電所が動いてきて、確かに電気を起こしたけれども、そのために広島原爆がばらまいた死の灰の120万発分、130万発分という核のゴミをすでに生み出してしまったと。私たちが電気が欲しいよ、豊かに生きたいよということで、どん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 核のゴミを蓄積してきてしまったということになります。で、ここに青い色が塗ってあるところがあるのですが、これは、今日はあんまりこれも聞いていただく時間がありませんけど、核分裂性生物の中で、人間に非常に大きな危害を加える、福島の事故の場合もそうですけれども、セシウム137という放射性物質があります。それは30年で半分に減ってくれるという性質があるので、そのセシウム137に換算すればどれだけ、溜まってるかと。少し、まあ、初めの頃に生み出したのはどん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 減ってきてくれているわけですし、今はもう核分裂性生物ほとんど福島の事故を生み出していませんので、セシウムもだん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 減ってきてくれているということを示しています。それでも80万発分はまだ溜まってしまっていると。こういうものを日本人一人一人に全て等しく責任があるとは私は思いませんけれども、でも80万発とか120万発とかいうものを一人一人の日本人が責任を負うとすると、約100人あるいは150人で広島原爆一発分の死の灰の責任を取るということになります。今日この会場にまあ100人近い方がいらっしゃってくださっているのかもしれませんけれども、私たちだけで広島原爆一発分の死の灰に責任を取るということになってしまいます。どうするかということですけれども、生み出した毒物、自分の手で消せるのが一番いいんですね。なんとか消したいと言ってずっと研究が続いてきています。その研究は基本的にはいわゆる錬金術です。昔中世のヨーロッパで錬金術というものが盛んに取り組まれたことがありました。亜鉛を金にできないか、錫を銀に変えられないか、もうさまざまなことを研究しました。
現在の化学、ケミストリーといってる学問のほとんど全ての基礎を築いた、言っていいほど錬金術というのは膨大な研究を積み重ねました。しかし長く続いた錬金術は結局元素を変えることはできないという結論になって敗退してしまったんです。亜鉛は亜鉛だし、金は金だ、鈴は鈴で銀は銀だ、もうその間を変換するなんてことはどうやってもできないというのが錬金術の結論でした。そして、まあ、最後に1枚だけこのスライドを見ていただきます。日本で核のゴミの埋め捨てをしようとして実際に活動している組織があるんですね。その組織はニューモという組織です。英語のスペルで NUMO と言って、ニューモと呼んでくださいと彼らが言っているわけですけれども、ここでは英語の頭文字はどこから来たのかというと、こういうことから来ています。ニュークリアウェイストマネジメントオーガニゼーションオブジャパンという、このニュークリアの N と U を取りました。マネジメントの M を取りました。オーガニゼーションの O を取ってニューモという略称にしたのです。でも単語を見てみると、ここにウェイストという単語があるんですね。じゃあこの W は一体どこに行っちゃったかというと、要するに使わなかったのです。これこの英語を普通に日本語にするとするとこうです。ニュークリは核です。ウェイストはゴミです。マネジメントは管理です。オーガニゼーションは機構、まあ組織でもいいですけど、そういう意味で、でまあジャパンがついてるから日本ですね。ですから正しく言うなら核のゴミ管理機構という名前にしなければいけないわけですけれども、このニューモの日本語名は原管機構とか呼んでいますけれども、こうなんです。原子力発電環境整備機構という、いつの間にかウェイストどこにもなくなっちゃったです。環境整備なんていう言葉はどこにもないけれども、環境整備というような言葉を作ってしまって、いかにもきれいな仕事をしているというのような日本語にして、この組織が今核のゴミの埋め捨ての実行部隊になっているということです。本当にいかさまで不誠実な人たちだと私は思います。本気でやるならばちゃんと核のゴミ管理機構と自分たちの名前をつけて、その下で活動すべきだと私は思いますけど、あたかもゴミなんて関係ないように環境整備の団体だというようなことでことを進めてきてしまいました。こんな人たちに任していてはいけない。ちゃんとやはり国なら国、できちっとこの問題に向き合っていかなければ、弱いところ弱いところにしわ寄せが生かされてしまうんだろうなと私は思います。これで終わりにします。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネットスロットと申します。はい、こんにちは、いつもありがとうございます。小路さんはあれですかね、この映画見たのはもう何回、初めて？ですね、まあ、この映画を配信してくださっているのは記録人という方たちですけれども、はい、その記録人からコンタクトをいただいて、はい、地球で最も安全な場所を探してという映画をこれから配信すると、はい、これは原子力のゴリゴリの推進派の学者が主人公の映画ですと聞きまして、嫌だなと実は初めは思ったのです。でも映画を撮ってる監督は逆に原子力の反対の監督だという話があって、はいはい、なんか面白そうだなと、はい、その時にまず思いました。そして、まあ、見てくれという言われたので、はい、ではということで、あの DVD を送っていただいて、それをあの、まあ、見たのです。はい、そしたら予想以上に面白い映画でした。はい、
それで、まあ、あの面白かったですと言って感想をお送りして、はい、短い文章も書いて、はい、これにも載せていただいていますけれども、そしたら今度、全国で上映を始めるけれども、はい、その上映の会場でアフタートークをしてくれと言われて、はいはい、ただ私今猛烈に忙し、あの福島事故10年ということで、はい、猛烈に忙しかったので なかなかお引き受けすることもできそうもなかったのですが、はい、今日は長野市ということで、はい、私が住んでいる松本から見れば、はい、まあ、ごく近くですので、はい、それならあの行きがかりもあるし、はい、あのお引き受けしますということで今日来たところです。捨て場所を探して世界をね駆けずり回ってる人がいるっていうのを今回この映画を見て初めて知ったんですよ。そうですね私もあのマッコンビーさんのような人がいたというのは初めてですけれども、まあ、知ったのは。でもまあ、 あの日本でも、はい、まあ、今日も最後のアフタートークの最後で聞いていただきましたけど、はい、いわゆるニューモという団体があってですね、はいはいはい、もうたくさんの人間がそのゴミの捨て場を求めてというか、ゴミの捨て場をどこに押し付けようかということで、日夜暗躍しているわけですから、まあ、そういううちの一人が、まあ、マッコンビーさんなんでしょうし、まあ、なかなか彼は彼なりに誠実だと私は思いますし、面白い映画になったと思います、はい、なるほど。まあ、こういった世界的に探しているその場所なかなか見つからない。ないんですから、だって。まあ実際小池さんの話だとありえないってことですよね。だって10万年、100万年なんていう時の長さというのは、もう人間の世界とは全く隔絶された長さの時間の長さなのであって、はい、そんな場所を求めるということ自身が科学的にはもう、まあ、初めから間違えているということです。歴史なんかこうちょっと改めて教えてもらったけど、そう言われてみれば本当に100年先のことって分からないですよ。分からないですよ。先も分からないし、過去もはっきりしない。そうです。だって10万年なんて言ったら日本なんて国そのものがないわけですからね、うん、1000年だってあるかどうか分からないというそういうことなのに、全く愚かなことをやってきてしまったと思います。なるほど。まあ、あの小出さんは今松本、長野県の松本に住んでるということなんですけども。そうです。それ今そこでどんな活動されてるんでしょうか。特別何もないです。あの仙人生活と私言ってますけれども、はい、あの成功うどくの毎日です。まあ、10年、震災から10年ということで、まあ、いろんな方面からこうランコールに、まあ、私自身は原子力の場で生きてきた人間ですから、はい、福島の事故を防げなかったということに関しては普通の方とは違う重たい責任があると思っていますので、そのことで私にできることがあるならやはり担うしかないので、だんだん年を老いてきたのを実感しながら仕事は厳選させていただいてますけれども、まあ、どうしても私でなければならないものはお引き受けして、やろうと思ってきました。で、まあ、ちょうど福島事故 10年目の3月になってますので、今月はいささか忙しく過ごしてきました。あのトークの中で錬金術っていうのがありましたよね、はい。原子力って可能なんですかね。原理的には可能なのですね、はいはいはい、でも、まあ、実際にそれをやろうとすると、うん、猛烈に厚くて高い壁があってできないというのが、まあ、80年研究を続けてきた今の状態なのです。あの小池さんもその大学時代とか、はい、それから仕事を、ね、やっていた頃はそういったことを勉強されたんですか。もちろんあの、まあ、原子核工学というのをやっていて、まあ、そんなことを専門に、まあ、勉強していてきました。その小出先生がおっしゃるんだから絶対もう無理っていうことですかね。ですか、80年間やってきてできないということは、うん、猛烈に厚くて高い壁だということは確かなわけです、はい、でも私たちの世代で原子力を選択してしまって核のゴミを膨大に生み出してしまったわけですから、私たちの世代で何とかしたいというふうに私自身は願い続けています。ですから猛烈に難しいとは思うけれども、諦めてはいけないし、何とか無毒化というところに行きたいと私は思っています。わかりました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。